どうもこんにちは。お疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義は、うん、まあ、ぼやき動画になりますけども、テーマをちょっとね、持っていきたいと思います。それはですね、異次元の少子化対策ということで、岸田総理が発言されました。内容とか予算については語られてないんで、実はこれね、言葉が先行して、内容はこれから考えるんじゃないか、みたいなね、<laughs> 岸田さんにしては珍しく、検討もなくね、えー、言ってしまった、みたいな言葉だと思いますけども、 異異次次元元の少子化対策ってままさに異次元でないと困りますよね。で、この異次元からの少子化対策がうまくいかないってことはもう打つ手てなしってことなんで、まあ、最後の挑戦だと思ってね取り組んでいただきたいんですが私なりにね思うんですけども少子化対策ってズバリね今ロスジェネ世代を生きているもう50代になっちゃった人、うんまあ、ロスジェネ世代ってのは1970年から1982年に生まれた世代って言われますんで。 これね「人生再設計第一世代」とかっていうね変なタイトルまでついちゃったんですけども、まあ、ですんで若くても45歳ですよ。で45歳から50歳ぐらいまでの主に独身男性に余裕を持った収入を持たしてでもうね家もローン組まずに家をあげてで自家用車もマイカーも国から支給してみたいなところを整えてとりあえず経済的基盤をねバシッとしてですねまあ あの参考と言われますけどもね、高年収、身長高い、学歴高い、で学歴ももうね、あのダミーであげればいいんですよ、何、龍谷大学卒みたいなのを特別に付与しますみたいな感じで、どこどこ大学の客員、えー、教授ですみたいなのをね、どんと与えて、その代わり、何の権限も与えないんですよ、肩書きだけで。まあ、そういう風うな形にして、あと、身長はもう本人の問題なんですよって、どうしようもないんですけども、とりあえず、その女性の求めるスペックで、 あの与えられるものはね他者から与えられるものはどんどん国が与えていって形作ることによってなんか生き返ったこのロスジネ世代っていうのをね作ればなんとかその,にその中に自力で抜け出せていける人がいるんじゃないかなと思いますけどもただねこのロスジネ対策って結局本人に富を与えるしかないんですよねこういう風にね。 強制的に富を与えると他の世代から不満も来ますけどもそんなのを無視してとりあえずロスジェネ世代に道を開くっていうところでロスジェネ世代の男性に今みたいな資産をドーンと与えてね自信を持ってもらってでまあね、えー、その代わり絶対に恋愛をすることみたいなね <laughs> 義務化するというねまあ妙な形はどうしても残るんですけども <laughs> まあそういうふうにすると何かが見えてくるんじゃないかまさに常識外れの異次元の。 宇宙人の発想だと思いますけどもいやこのぐらいでしょうもうだってもうね10年したらこのロステネ世代って老人になるわけですからね高齢者になっちゃうわけですよで今更どうするんだって話じゃないですか今から学び直しとか行ってどっかのねトレーニング受けて勉強して稼げるようになってじゃあ頑張るぞって言った時に何か58とか60になるわけですよどうするんやって話じゃないですかこれはもうどうしようもないですよね だからそんなことを個人の力に任せている暇はもうないというか今までそれをやりすぎて放置したわけなんですからもうそれはねやっぱり政策の責任ということで責任を取る意味であのいろんなものを与えていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、でまあとりあえずねできそうな人からこういうふうにどんどん与えていって道筋を示していくっていうのが異次元の対策になりうるんだと思いますけども自力でできる人にねご褒美あげたくらいじゃもう。 全然状況はあ変わらないのかなと思いますね。じゃあ逆にですよ。じゃあ男性の方はそういうふうに答えが出るんですけども、じゃあ45歳から50歳で今まで一回も結婚したことありませんと。若い頃は多少は持ってたかもしれないけど、いまだに一人です。でも、お自分もロスジェネス世代の一員として復活したいっていう女性には何をすればいいのかなってことは、これは私は回答が見えません。異次元だっていうんだったらいきなり20歳ぐらい若返るようなね。 あの飛躍をボンとと上げるとかねそんなことになっちゃうと思いますけどもでもこれにはこれでまだ問題が残って本人さんは20歳若返って20代に戻れてもこのご本人さんのお父さんお母さんは別に若返るわけじゃないですしねうんどうしましょうってことになっちゃいますよね。まあ、それからねこれは本当に宇宙人の思考なんですけども今40代を過ごしてる人が20歳若返って20歳の常識に 果たしてはまるのかななところなんですよだって同世代の友人とかってどういうふうに作っていくんでしょうね。だから結局その本人一人を何とかしたからといって、うん、結局解決できない問題は残るのかなとそういう意味で言うと今までロス・ジェネ世代を放置していたその罪っていうのは消えることがないのかなと思うんですよね。うん、だかからどううししましょうかって話ですよだからここに 異次元の少子化対策とか言ってたいな看板立てるわけですから。岸田総理さすがだなと思うんですけども、それは一体いつ始まるんでしょうかというところでございます。まさにぼやきでございましたね。それじゃあ,あ、失われた世代、ロスジェネ世代の代表として。私なりにぼやいてみました。いってらっしゃい。